DAW レスの鈴木です。今回は MIDI キーボードについて、これから DTM を始める方向けにご紹介していきたいと思います。で、今回の動画の流れなんですけれども、まず最初にこう MIDI キーボードというものがどんな風に使えるのかといった持っておく理由ですねの部分から入っていき、実際の製品を見てみると、いろいろなつまみとかがありますので、よくあるつまみの働きであったり意味、その中で当然選び方のポイントっていうのも見えてきますので、そこについても触れていきたいと思います。そして最後に個人的におすすめのモデルを何モデルかご紹介するという感じの流れになっておりますので、ぜひ最後までお付き合いお願いいたします。ではまず最初に、このMIDIキーボードがあると DTM 音楽制作がどれだけ楽になるのかという必要性の部分から見ていきたいと思うんですけれども、どうしてもこれキーボード鍵盤の形をしていますので、こうピアノとか鍵盤楽器ができないとあまり使えないんじゃないのなんていう声を結構いただくんですけれども、これ個人的にはやっぱりこうパソコンで音楽をする上で何かしらこうMIDIキーボードというのは必須だと思っています。いくつか理由があるんですけれども、このMIDIキーボードを使うことによって DAW ソフト上に音を打ち込んだりできると、いわゆるMIDIキーボードというのはシンセサイザーやキーボードとはちょっと違います。大きな違いというのが、音色自体がこのMIDIキーボードの中に入っているわけではありませんので、これだけで音が出るというものではないんです。必ずこの演奏情報をパソコン上の DAW ソフトの音源であったり、他のこういうシンセサイザーみたいなものに送り出すことによって初めて音が鳴るという製品ですので、楽器というよりかはこうスイッチみたいなイメージを持っていただいても分かりやすいのかなと思います。打ち込みがスムーズにできるよというだけではなくて、だいたい今 DAW ソフト上のこうシンセサイザー打ち込んでいくというケースが多いと思うんですけれども、これ今どちらも Apple の Logic という DAW ソフトについている標準の音源シンセサイザーなんですが、右側のシンセサイザーは見た目通りドラムの音がするバーチャルインストゥルメントです。それに対してこう左側のこれサンプラーというシンセなんですが、見た目だけではどのような音がするのかわからないと、かつこのドラムキットデザイナーのようにマウスでクリックして音が出るものとそうじゃないものっていうのが結構あります。当然いろいろな音色が入っていますので、この曲ではどんな音を使いたいかななんていうのを切り替えながらやっていくんですが、それの時に毎回こうピアノロールをクリックしてちょっと違うなって思ったらまた違う音に切り替えてなんていう風に音選びだけでも大変になってきます。これは使用するシンセサイザーによって変わってくるんですけれども、そんな時にMIDIキーボードがあると、あ、こういう音がするんだというのがすぐ分かるよと。これがないと毎回毎回画面クリックしてなんていう風にしなくちゃいけないので、非常に効率が悪くなってしまうわけです。演奏できないよっていう方でもこのためだけにMIDIキーボードってあるとやっぱり便利かなと思います。で、当然ある程度鍵盤弾けるよっていう方はこれを使って直接打ち込みなんていうのもできてきます。今こちらのドラムキットデザイナーですけれども、ちょっと簡単に録音してみましょう。 DAW ソフトの録音ボタンを押すとこのように録音が始まりますので、あとはこのメトロノームに合わせて演奏すれば OK だよと。ちょっとやってみます。はい、停止なんていう風にするとこんな風に打ち込まれてるわけです。ちょっと同じようにこちらにピアノも入れてみましょう。まあ、非常にシンプルなフレーズではありましたけれども、こんな感じで簡単に打ち込むことができるわけです。当然同じフレーズをマウスで打ち込んでいくことっていうのもできるんですが、やっぱり一音一音こうマウスで打ち込んでいくよりもある程度弾けてしまうとMIDIキーボードで打ち込んだ方が早いですし、あとこう演奏の強弱なんていうのも非常に簡単に再現することができるというのも実は大きなメリットになってくるかと思います。打ち込みをするときにはこの音の強さっていうのをベロシティっていうパラメータで表現することができます。で、128段階で音量のこの強弱を調整することができるんですが、例えばこの音よりこの音をこれぐらい強くしたいななんていう時に数値で考えるよりかは
この音とこの音のバランスみたいな感じで考えてしまった方が実は感覚的に分かりやすい。全部一定にしてしまうとすごく機械的にどうしてもなってしまうんですが、これに強弱がついてくるだけで、なんていうふうにちょっと自然な感じを表現することができたりしますので、そういう意味での作業効率、クオリティっていうのにも結構変わってくるのがこのMIDIキーボードが必要になってくる理由になってくるのかなと思います。まあ、当然これはうまく演奏できるには越したことはないんですけれども、やっていくうちに自然とこう慣れてくる部分もあると思いますので、気づいたらなんとなく弾けるようになってたみたいな感じもあるかと思いますので、何かしら持っておくと便利かなと思います。では次にMIDIキーボードの各部を見ながら選び方について考えていきたいと思うんですけれども、MIDIキーボードと言っていますので、中心となるのはこの鍵盤の部分になってくるかと思います。で、これはモデルによって鍵盤の数や大きさっていうものがちょっと変わってきたりします。例えば今これはコルグさんのマイクロキー25というモデルなんですけれども、このモデルの場合はちょっと小さめの鍵盤が25鍵盤、だいたい2オクターブ範囲ですね。で、ついているよという非常にシンプルなモデルです。そこに対して、はい、これですね。これはネイティブインストゥルメンツというメーカーのコンプリートコントロール M32 というモデルなんですが、32というふうに書かれている通り、32鍵盤、2オクターブ半ぐらいカバーすることができる鍵盤と。で、この2モデル、鍵盤の数だけではなくて、よく見ていただくと分かると思うんですけれども、一つのこの鍵盤の大きさも微妙に違ったりします。で、実はこれ両方とも、通常のMIDIキーボードよりも鍵盤が小さいモデルなんですね。ミニ鍵盤なんていうふうに呼ばれているモデルで、私が普段使っているよといったこれですね。これヤマハのモチーフ XS7 というシンセサイザーなんですけれども、これの鍵盤に比べるとかなり大きさ違います。このあたりに関してはまた後ほどおすすめのMIDIキーボードのところでも触れていきたいと思いますが、結構サイズが違うんだよっていうのをまず押さえておいていただければいいかなと思います。そしてMIDIキーボードを選ぶ際に一番ポイントになるのもやはりこの鍵盤の部分だと思います。数というだけではなくて、このタッチ感ですね。これによる演奏のしやすさっていうのはかなり変わってきます。先ほど音の強弱を演奏する強さで表現するというお話をしましたけれども、鍵盤が軽いと弱く弾いたつもりでもある程度強い音が出てしまう。特にキーボードの経験がない方にとって、なんか鍵盤は軽い方が弾きやすいのかななんていうふうに思いがちなんですけれども、鍵盤がある程度重い方がしっかりと強弱を表現することができるかなと思います。まあ、このあたりに関しては置くスペースとの兼ね合いというのも当然出てきてしまいますので、そういったものを総合的に考えていく必要があるのかなといった感じです。で、次にこのあたり見ていきましょう。このマイクロキーは非常にシンプルなのでボタンとかも必要最小限なんですが、まずどんなキーボードにもついているのがこのオクターブというスイッチです。アップダウンもしくはプラスマイナスなんていうふうに書かれているケースが多いんですけれども、この鍵盤の音域をプラスマイナスでこう1オクターブずつシフトすることができるよという機能です。特にこういう鍵盤数の少ないMIDIキーボードを使う場合に、一番低い音から高い音までここの範囲しか出ない、もっと上の音が鳴らしたいよなんていう時にはアップボタンを押していくことによって、なんていう風に演奏ができるようになってます。下も同様ですね。ですので鍵盤数が少ないからといって音域が鳴らせないなんていうことにはならないのでご安心ください。次に大体この本体の左下あたりについているピッチベンドとモジュレーションホイールというコントローラーを見ていきたいと思います。ちょっとこれは特殊で、1個のジョイスティックで左右に操作するとピッチベンド、上下に操作するとモジュレーションという形式なので、ちょっと一般的なこちらの形式で見ていきたいと思います。だいたいピッチベンドが左側でモジュレーションが右側にあるよという、 こう2つ横並びに並んでいるケースが多いと思います。ちょっとこのモデルの場合タッチ式ではあるんですけれども、こんなものをよく見ると思います。で、これで何が変化するのかと言いますと、まずピッチベンドの方は演奏に音程を変化させることができます。ポイントとしてはこうやって音程が変わっているのではなくて、1音の中で
音を途切れさせることなく音程を変化させることができるよというのがポイントですね。そして今度右側のモジュレーションというのは、これは使うシンセサイザーによって効果が変わってくるんですが、今使っている音色の場合ですと、フィルターのカットオフというシンセサイザーのパラメーターがこのように変化しています。なので音色によってはビブラートがシンプルにかかるものもありますし、この辺はキーボードというよりかは音源側に依存するよみたいな、そんな仕組みになっています。あとこれは鍵盤楽器を使われる際に覚えておく必要があると思うんですが、ピアノとかの場合、こういうダンパーペダル、サスティンペダルなんていうのを使うケースがほとんどだと思います。このペダルを踏み込むことで踏んでいる間だけ音を伸ばすことができますよっていうペダルなんですけれども、ピアノとかの場合だと楽器として必要になってきてしまうと思うんですね。背面にフットペダルというここに端子があって、ここにこのペダルを差し込むことで、これがペダルとして動作します。そのまま弾くと、まあ、当然ですけれども押してる間だけ音が鳴るよという状態になるんですけれども、ペダルを踏みながら鍵盤を演奏すると、今ペダル踏んでるんですが、踏んでる間音を伸ばすことができる、ペダルを離すと音が切れるよみたいな感じです。なのでこのペダルがないと非常にピアノとしては弾きにくくなってしまうというわけです。またこういうところにこういっぱいコントローラー、つまみがついているケースも多いと思います。この場合はここのつまみを使ってシンセサイザー、パソコン上のシンセサイザーのパラメーターをコントロールすることができるよというものになっています。ただそれも専用設計でないものの場合は、このつまみで何を動かすのかっていうのはソフト側で一回割り当てをする必要があるんですが、その割り当てさえできてしまえば、例えば鍵盤を弾きながら音の明るさをコントロールするよとか、そういうアプローチができてくる、非常に便利かなと思います。その他にもモデルによってついているパラメーター、どういったものがコントロールできるのかっていうのが変わってきます。例えばよくあるやつだと、ここにトランスポートっていうんですけれども、DW ソフトの再生とか停止なんていうのをコントロールすることができる機能があったりですとか、メトロノームのオンオフとかトラックの移動なんていうのも実はできてきたり、このつまみを使ってミキサーのフェーダー、音量バランスを変えるなんて使い方ができてきます。なのでここまで来ると完全にこうリモコン的意味合いを持ってくると思うんですけれども、どのぐらいまで必要なのかでモデルを選んでいただくといいかなと思います。いろんなMIDIキーボードを見ていただくと分かる通り、すごくいろいろな機能がついたものと、逆にめちゃくちゃシンプルさを追求したもの、この2つに大きく分けて分類することができるのかなと思います。ちなみに今の主流のモデルは、だいたいこう USB で直接パソコンと接続することができて、オーディオインターフェースと一緒ですね。今こちら両モデルともどちらとも USB のバスパワーで動作しますので、ケーブル1本で電源取らなくても使用することができると、そんな感じになっています。では最後に個人的におすすめのMIDIキーボード、今回は5モデルほどちょっとご紹介してみたいと思います。まず1つ目が、はい、何回も出てきているコルグさんのマイクロキーですね。ここにあるのは25件モデルですけれども、なんといってもコンパクト、そして非常に手軽な価格で手に入れることができます。だいたい6000円ぐらいで手に入ってしまうと思うんですけれども、ちょっと持ち運びが多いよっていう方であったり、どうしても設置スペース上常に置いとくことはできない、使う時だけちょっと出していきたいとかですね、鍵盤がっつり弾けないんだけれどもやっぱりないと不便だよねなんていう方には、まずこのあたりからチェックしていただくのがいいかなと思います。で、私自身も結構持ち運び用途で使ったりしているんですけれども、本当にめちゃくちゃシンプルですし、iOS デバイスでも実は使用することができるようになっています。ただ1点ご注意していただきたい点としましては、この25鍵盤モデルに関しては先ほどもご紹介した通り、ペダル端子がありませんので、サスティンペダルも使いたいよなんていう方は、ちょっと注意が必要かなと思います。マイクロキーシリーズには鍵盤のバリエーションとして25鍵盤モデル、37鍵盤モデル、49鍵盤モデル、そして61鍵盤と欲しい鍵盤数に応じて選ぶことができるというのもポイントになってくるかと思います。またマイクロキーとかで検索していただきますと、 Bluetooth モデル、マイクロキーエアーというのも出てくると思うんですけれども、正直個人的にはですね、有線モデルの方がいいかなと思います。で、 Bluetooth ってこう一見こうケーブルレスでスマートで使い勝手いいんじゃないかななんて思いがちなんですけれども、どうしても動作の不安定なところっていうのが出てきてしまったりですとか、鍵盤を押してから実際に音が出てくるまでに若干のレイテンシーを生じてしまったりとかいったケースがありますので、
パソコンと組み合わせて据え置きで制作するよなんていう方は、おそらく有線の方がやっぱりまだ安心かなと思います。そして2つ目が赤いプロフェッショナルさんの MPK ミニ Mk3 です。こちらも同じ25件モデルなんですけれども、先ほどに比べてドラムパッドであったりつまみを使ってシンセサイザーのパラメータをコントロールしたり、アルペジエーターという、ちょっとした自動演奏機能みたいなのもついていると、非常に多機能なモデルです。ですのでコンパクトさと機能性というものを重視したい方、またちょっとこうダンスミュージック的アプローチでパッドを使ってドラムを鳴らしたい、パフォーマンスをしたいよなんていう方にも、この MPK ミニ Mk3 はおすすめなのかなと思います。お値段も比較的リーズナブルになっているかと思います。もうちょっとやっぱり鍵盤数は必要だよとか、鍵盤のタッチにもこだわりたいよなんていう方には、ローランドさんの A49 というモデルがおすすめです。ローランドさんシンセサイザーを作っているメーカーなんですが、そのシンセサイザーの鍵盤をそのままミディキーボードにしたというモデルで、いわゆる一般的なミディキーボードってどうしてもタッチが軽めのものが多いんですが、それと比べてもしっかりとした演奏感というものを体験することができるようになっていると思います。で、鍵盤数としては49件、両手で弾けるぐらいのサイズ感ですね。割り当てることができるボタンやつまみというのは決して多くないんですけれども、実際問題ここでやらなくてもマウスでできちゃうっていうことも多いので、これぐらいシンプルなものの方が実はトラブルも少なかったりするのかなと個人的には思っていたりもします。ブラックとホワイトの2モデルが選べるっていうのも結構ポイントかもしれません。はい、そして3つ目、今度はネイティブインストゥルメンツのコンプリートコントロール A シリーズですね。これ M シリーズはモバイル用途なんですけれども、通常のキーボードと同じサイズの鍵盤を使ってしっかり演奏でき、かつコストパフォーマンスにも優れたモデルとなっております。で、こちらもモデルによって25鍵盤、49鍵盤、そして61鍵盤、3つのラインナップが用意されていますので、設置場所であったり用途に応じて使い分けていただければいいかなと思います。そしてこのネイティブインストゥルメンツのコンプリートシリーズの大きな特徴は、これはなかなか他の製品では実現できないってところなんですが、パソコン上のシンセサイザー、これコンプリートコントロールっていうプラグインを使うんですけれども、そこにシンセサイザーや音源を立ち上げると、このつまみを使って直接その音源をコントロールしたり、音色の呼び替えや切り替えなんていうのも本体のつまみやボタンから直接行うことができたりですとか、ハードウェアとソフトウェアのインテグレーション、統合した使い方ができてくると。で、このコンプリートコントロールフラグシップと一番高級モデルは S シリーズってい う、 こうディスプレイが2つついたモデルもあるんですけれども、ちょっとお値段も高くなってしまいますの で、 純粋なミディキーボードとしてはこの A シリーズでも十分ご活用いただけるのかなといった感じです。そしてラスト、今度は88件モデルですね。ピアノタッチ、ピアノを日常的に弾かれるよとか、88件のピアノにこだわりたいっていう方、ちょっとお値段も高くなってしまうんですけれども、知っている中で一番演奏感の気持ちいいミディキーボードがこの河合さんの VPC1 というモデルです。本当に木製鍵盤を使っていて、演奏感がほんの本当にピアノです。なので単純に88件のミディキーボードっていうのは結構安い値段から買うことができるんですけれども、ちょっと演奏感ピアノと違うよななんて思うケースも多いと思いますので、タッチにこだわられる方はちょっとぜひこの辺の VPC1 とか触っていただけるとすごいしっくりくると思います。ということで今回はミディキーボードについて基本的なところお話しさせていただきました。冒頭でもご紹介した通り、パソコンで音楽制作をする上で何かしらミディキーボードというのは必須だと思いますので、この動画が何かしらのご参考になれば嬉しいななんていうふうに思っております。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。